名誉本は、室町時代末期に、霊勢ためわの息子である霊勢名誉らによって、著者されたとされる、源氏物語の写本である。名誉の読みについては、当初、池田機関によって、名誉として紹介された。その後妙、妙誉との読みが有力となったものの、やはり、名誉とするべきではないかとの見方もある名誉本の、うちの八巻は、 藤原定家自筆本を忠実に写したとされることから、名優林母本とも呼ばれ、定家自筆本に準ずる扱いをされる。名優本と呼ばれる、源氏物語の写本には、2種類ある。一つは、池田機関が、東京都内の著名ではない、ある古書店で見出し購入したあるいは1951年に、白輪社書店の主人が、池田の自宅に持ち込み池田は即決で購入したもので、 現在は、東海大学図書館桃園文庫に所蔵されている9条であり、もう一つは同じ頃に、松田拓雄が入手しその後、山岸徳平のものとなり、現在は、実践女子大学、山岸文庫の所蔵になっている44条である。この2種類の写本は、表紙の定裁などが同じであり、かつ重複するきがないため、元は人揃いであったのではないかとする見方もあるが、 確証はない。合わせると、源氏物語全54条のうち、第23条の発音以外の全巻が揃う。桃園文庫所蔵本のうち、切り壺、母木木、花園、若名上下、柏木、橋姫、浮船の八巻については、藤原定家自筆本を、地形、地詰め、行数から、店ケチ等の工程の後まですべてそのまま写したと、 されていることから名優林ボ本とも呼ばれている。林ボ本が忠実な写しであることは、林ボ本と藤原定家の自筆本の両方が唯一残っている柏木巻において確認されている。このため、林ボ本は青拍子本原本の再建にあたり、現在4条だけ残っている定家の自筆本に次いで尊重されることが多い。なお、桃園文庫所蔵本には、その他に、 花散る里もあるが、これは、林母本ではない。山岸特兵所蔵本は44条のうち、24条が、霊勢名誉の書者とされている。この他に、名誉以外のものにより書者された末期や書者者不明の末期もあるが、これらも含めて、名誉本と呼ばれている。この山岸特兵所蔵本には、林母本と思われる末期は含まれていない。現在は、 山岸徳平が学長を務めた実践女子大学の所蔵になっている。池田機関は、源氏物語体制行為編の編集にあたっては、行為源氏物語の内容をほぼそのまま利用しているが、名優林茂本の行為だけは、その重要性から特に不起している。池田は、行為源氏物語の編集を開始して、以後に発見された、または利用が可能になった。 様々な貴重な写本については、触れていないことと比べると、その重視の度合いがわかる。小学館の日本古典文学全集本など、これに続いて作成された多くの工程本でも、定価の自筆本がある末期についてはそれを定本とし、それ以外でこの輪母本のある末期についてはこれを定本とし、それもない末期については、大島本を定本とするということがしばしば行われている。 なお、大島本としての工程方針の一貫性を重視して、定価の自筆本や、林母本よりも優先して、大島本を定本として使用するという方針を取っている、岩波書店の新日本古典文学体系本でも、大島本の存在しない、浮船町については、この林母本を定本にしている。ありがとうございます。